はい、別館です。今日はですね、実はこの水野久美さんという人がですね、断捨離の結構、ね、はい、名人という噂ですね本当かどうかは分からないんですけど、噂として聞いたんでね、意外とそういう整理とか片付けとか捨てるとか、結構してますね、うん、なんか貯めていくとどん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 溜まっていっちゃうじゃないですか、うん、仕事もね、男もと言われるとまた、ね、これになるとまずいけどね、はい、ということでね、いろんなものを整理しなきゃいけない、そう、もう溜めで、うん、後からまとめてやるのが嫌だから、あ、それはよくわかる、はい、みんなでもそう思ってるんだよ、そうですよね、溜めちゃうっていうのが、後からやろうって思っておくと、うん、仕事も何もかも、そう、ゴミとかいろんなものもどん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 ね、どんどん溜まっていくから余計嫌になるっていう、はい、ということで心がけてる、まずね、うんうん、具体的な行動っていうのは、例えばあの紙とかあるじゃないですか、いろいろ本とか、はいはい、まあ、古いレコードとか、ね、昔もらったラブレターとかいろいろこう、あれ女性はね、女性ってどんな、いや、あなたに限らないけどね、はい、あの女性はペースト、あのいわゆる上書きだから、昔付き合った男のね、あれとかね、いうのはみんなあれだけど、男はそうじゃないからね、再現でみんな、あの昔小学校6年の時、ナイコちゃんからもらったね、ラブレターじゃないけどハガキね、あの残してるとかね、そういうロマンチックからなんか感傷的なのかセンチメンタルか分かんないけど、そういうの多いっていうけど、それはどうなんですかね、そういうのは。人によると思いますけどね、うんうん、私はでもなんか、あ、面白いな、何かに使えそうなんだと、また残り作家としてのじゃないか、それは単なるなんかそうなんですかね、素材として扱うんでしょう、素材として、はい、ラブレター出した人は諦めてください素材として諦めるでもね、どっかで本になってね、なんか名作があるじゃないですか、ね、たまにこうこれすごいな、これは心に残るっていうね、思い、そうだ、かわいそうにね、みんなそんな 100% の思いを込めてねやったら、お、これどっかでまた使えるか分かんないな、この表現はとかね、なかなかうまいこと言っていいじゃないかっていうのがあるから、そういうのは断捨離されないとキュンとなるやつはやっぱちょっと捨てるの欲しいなと、そう、彼女に手紙出したい人は、そういうふうにね、心に残る文学的な水準の高いものを出さないと、はい、ね、でもあまりにもいっぱいこう、うん、いろいろ溜まっていくと困っちゃうのでなんかちょっとこう写真撮って、あ、こんなのもらったなとか、あ、そういう、残して、あ、なるほど、捨て、紙、ね、紙は捨てますね、うん、そういうことですね、うんうん、最近それができるもんな、そうです、そういう写真が、ね、デジタルで残すっていう、そうですね、はい、はい、そうすると、という、じゃあ心の思い出の方はそういうのに残って、そしてあと特にその、例えば自分の部屋があるとするじゃない、はいはい、そしたらどの辺のところをまず捨てるっていうのかな、うん、整理しようと思う、大体、うん、でもなんか紙類って溜まっていきますね、やっぱり郵便物とか、で、なんか資料とか、あ、また後で読もうとかね、はいはい、残しておいた方がいいかもなんないと思う、絶対読まないんですよ、読まないだからどんどん溜まってくるんだ、もうその場で判断して、そうだね、処分していくっていう、そこの思い切りだね、はい、うん、でもどうしてもちょっとやっぱり迷う、何か必要になってくるかもしれないっていう、ね、うん、ものとかは、あの、いずれ捨てるだろうエリアに置いておくって、うん、ね、私の場合ねそういうのあるとね、自分のところに置いておきたくないからね、うん、うちのスタッフにね、うん、これどっかでまた使うから置いとけとか言ってね、結局使わないんだよ、ほとんど使わないんですよね、ほとんど 99% 使わないよね、だから、あの、でもなくしちゃって、あれどうしましたって言われると困るからね、はい、ということであるんですけど、うん、そこですね、はい、ほとんど 90% 以上使えないと思ったら捨てた方がいいってことだね、そうなんですよね、はい、で心配だったら、まあ、写真か写真撮ってて、スキャンして、それで連絡場所とかね、はい、あれだけ見とくと、うんうん、やっぱりどんどん物が増えてきますから、ね、はい、なるほど、スキャン方式がいいかもね、そうですね、はい、まずその書類類をスキャンで片付けていく、うんうん、そうです、はい、そうです、物理的なこう量はもう、うん、そうだね、うん、さあ本はどうですか、そして本は捨てられないですね、ねえ、そうなんだよね、本だけはもう、うん、壁一面本ですね、やっぱりそうだよね、捨てられないです、もう足の踏み場もないぐらいで、私は3箇所、実家にものすごい本があって、あ、それから自分の今自宅のってね、東京の自宅の部屋、それから今の社長室、それからもう一つ編集室の部屋があって、はいはい、そこにこれ死んだらどうするのって言われてるね、ね、結構ね、
図書館みたいになりますね。図書館みたいな本当にいい図書館になると思う。あの絶版本とかそれ見つけるわけですよ、はい、岩波とかね、絶対にこれもうその文学的に人気がなくなってるとかそういうのあっても重要な本があってね、ほんと見つけたのすごく嬉しいというのは、例えばね、もう一番わかりやすいのは内田百軒というのは有名な、まあ、それもう今だって復刻されてる人だけど、文庫本で偽我が輩は猫であるっていうの、我が輩は猫であるのを終わりが水の中にちょっと溺れるような状態なの、あれでまた生き返ってそれパロディーというかそういうのあるんですよ、とかね、あのドイツ文学のね、とてもそのあの今私は知ってるけど知らないものとかね、うん、そういうの今波は本当に偉かったなと思うのは、うん、全部そういう翻訳本出してるんだよね、うん、今絶対その売れないから誰も買わないと思うからやらないけども、そういうのは貴重な本があるんですよ、うん、貴重ですよね、うん、で原本で読まなきゃいけないっていうのはやっぱり辛いからね、この年になってほとんどもうねドイツ語なんか忘れちゃってるからということもあってね、うん、そうするとそういうの買うとね、うん、安いでしょ、100円ぐらいで見ようってるの、100円とかも出したら50円とかでも、ね、谷崎潤一郎全集、うん、一冊この箱入り立派な、うん、これが100円、うわもう泣きたくなるぐらいのね、まあ嬉しいけどね、もうそういうこともありますから、うん、こういうのはなんとなく捨てられない、捨てられないですね、自分にとってのやっぱ優先順位で高いものは、うん、そうそうそう、もうね増えようがやっぱり、じゃあ、あとは何を捨てるんだ、なんでしょうね、あれでもあなた体型変わらないから、私の場合はね、体型がどんどん毎年太っていったから、もう10年前の服なんか全然減らないもんね、それでも捨てるしかないんだよね、うん、はいはい、捨てたくないんだけど捨てなきゃいけない、あのね 1,2 年はね、いやまだもう一回ちょっと痩せるからって言ってね、残しておくんだけど、もういい加減にしてくださいってなってねだいぶ増えますね、そうそうそう、だからほとんど捨ててますよ、ね、私も服もやっぱり1年着なかったものはやっぱり、うん、あ着ないだろうなとか、あちゃんと捨てる、捨てます、うん、だからあれちゃんとしてるからね、いや、うんうん、私もそういうのでもう汚れたりね、あれになってるとかね、うん、いいけど、まともなまっすぐにピシッとしてるね、あれは本当辛いね、あれはね、うん、自分の体型が悪いんですけどねあれ、うん、というようなあの服も捨てると、1年着ないものは捨てると、1年、あでも2年ぐらい着てないなっていう、あそうか、はい、あとは何捨てますか、あと何でしょうね、基本的に物をあんまり買わないですね、増やさない、えらい、物を買わないですね、うん、それが一番そうだよな、うん、一番それが基本的に断捨離だよね、そうですね、うん、もういつでも引っ越しできるようななんか旅にふっと行けるような、うん、なんかテント方式みたいな、あそういう感じのねイメージでね、はい、物を増やさない、はい、これが一番ですよ、リアルですねやっぱり、うんうん、あのいわゆる断捨離とか今言われてるけど、あの仏教のね、あの一辺ね商人というのは捨て果てだからね、はい、もうあの捨てるっていうこと自体が実はあの非常にこう世界観っていうかね、捨てるってことは実はあの例えば人間関係とかいろんな出家するっていうのもね、しがらみから捨てるっていうのはあるんだけど、単なるそれだけじゃなくて実は捨てるってこと自体があの物証を獲得するっていうね、見えないものの大事さをね、つまり物じゃないんだよと、見えない捨てて何か豊かになるってあるじゃないですか、うん、そうですね、大事なものがこう際立って見えてくるので、そうそう、なんかシンプルになります、うん、で自分の命とかそういうのもね、うん、そういう形で考えるっていうね、うん、いうこともありますんでね、あのただね本だけは私も本当にちょっとね、うん、いやすごいいい人たちに出会ってるっていうね、財産ですね、うん、本当そういう感じするね、だからまあ本はでもあの申し訳ないけど最近本ね、この5年間で政治の何とか予想した本とかね、何とか解説したっていうのはことごとく間違ってるっていうのが私は分かるんで、そういうのは本当申し訳ないけども、あの捨てさせてもらってるっていうのはね、うん、随分たくさんありますよ、うん、まあ本はあのいい本はね、古典的な本はできるだけ重いし面倒くさいかもわかんないけど、死ぬまでは持ってた方がいいんじゃないかなという、
とね、人によってこれは捨てられないなって思うものがそれぞれあると思うんですよね、うん、洋服だったりとか、うん、なんか音楽の何かとか、うん、そうなんだ、いろいろあると思うんですよね。音楽も私ね、そういうのはいいですよ、何かあるって。音楽は本当どうしたらいいかなって CD で、うん、もうそれすごい数あるから、うん、もう聞くのは実はね限られてるのと、申し訳ないけどそのちゃんと録音したのがインターネット上に上がってたりするわけですよ、うん、それも生演奏とかやってるね、いや参ったクラシックだけどね、はい、いやそうなるとね別にねCD 取り出して聴かなくてもそれをね、うんうん、やって聴けばいいみたいなとこ結構あるんだよね。だからあれ、お CD 捨てるってどうするんだろう、あれ。いや難しいですね。クラシックとジャズなんだけどね、大体。聴、うんうん、けばまた聴いてみたいなってもあるじゃない。うん、そうですよね。歴史的なものしかも CD ってなんか あの時あんな感じで買ったなとか、そうそう、なんかこ う, そ う, いう、ね、思い出すあるんだよね。うん、それと今迷ってるのはあの何百枚にわたる西部劇の全集っていうのがあって、うん、安く売ってるんで今でもね、あれもう一回見たら絶対あのもう見ないというね、うん、こういうのも何百話だからね、はい、結構 DVD でもね あれなんだよね。さあ皆さんどうするんでしょうか、皆さんね、うん、DVD とかそのあんま持ってない、 DVD とか、うんはあんまり持ってないですかね、うん、ただなんか私海外でこういろいろ回って、うん、なんかこうなんだろうな、こう買ったもの、うん、何かこうあとそこのお金とか、うんうんうん、何かこう溜まってくものやっぱりあるんですよ ね、 よね、海外行くとね、そういうものも捨てられないかもしれないですね。あ、それはそうだよな、は唯一の思い出ね、そうですね、はい、うん、トンガに行ったら、トンガじゃないあれどこだっから、あ、ヤップ島、ヤップ島の石の貨幣とかね、まさか買ってこなかったよね、買ってあれはお金持ってこれないですよね、ヤップ島のあれはね、はい、まあ、というようなことで皆さんなるべく、捨て果て捨て果てね、いうことでやってみましょう、うん、やってみて損はないよね、そうですね、あの気持ちが整理されるし、なんかいらないものを捨てるっていうよりは大事なものをこう、うんね、こう突き詰めていく、ね、そういう作業だもんね、残していくっていうプラスの作業だよね、そうですね、より愛おしくなりますからね、そうなんですね、うん、その意識で物を捨てていただきたいというのが、うんうんうん、水野久美さんからの皆さんへのアドバイスでございますはい、ということで今日は以上です、ありがとうございました。